モントリオール映画祭で大絶賛され見事グランプリを獲得した映画送り人。イメージソングを歌う愛さんはもちろん、普段物静かな印象の強い主演の本木雅弘さんも珍しくハイテンションでこんな感じに。でも送り人って一体どんな映画なの？一限目涙人。一昨日行われた送り人の試写会、見終わった人たちはもう涙涙涙。すごいあったかい映画でいろんなこと想像しながら逆にいろんなことを思います。もう感動です。もう言葉では表せません。脳科して職業について初めて知りました。東京で暮らすチェロ奏者の大吾だが、主力していた楽団が突然解散してしまい職を失う。大吾はチェロを諦め、妻美香を伴ってふるさと山形に帰る。そして旅のお手伝いという求人広告を見て面接に向かうのだが、納棺？遺体を棺に納める仕事。半ば強引に採用され、しぶしぶ納棺の仕事を始めた大吾。しかし冷静である。おめえら住んだ人間で食ってんだろ。兄さん、仕事辞めたら迎えに来て。いいか、払わないで。さらに仕事内容を知った妻が出て行ってしまう。おばあちゃんが前に。それでも大吾は徐々に納棺師の仕事に大きな意義を見出していくのであった。2限目お世話人。それではただいま。今回の映画で描かれた納棺師という聞き慣れない職業、街で聞いてみると皆さんも取り行わせていただきます。え、わからない。どういうことをやるんですか？わかんない。何教える人？納棺師とは、遺体を清めて衣装を整えたり、顔に化粧をして髪を解いたりと、遺体が棺に納められるまでの全てを遺族の前で執り行う人のことを言う。映画の舞台となった山形県、ここには本木さんに納棺師の技術指導を行った会社があり、そこでは女性も納棺師として働いている。ハローワークでこの仕事の存在を知ったという奥山さんもその一人。彼女は2年前から納棺師として働いている。1日に大体何件ぐらい？多い時で 5,6 件ですね。そんな奥山さんに仕事道具を見せてもらった。まずは遺体を拭いたりする時などに使う綿花。個人が最も輝いていた時の表情に近づけるメイク道具は一番の必需品。他に水のいらないシャンプーなどがある。この化粧品をいつも使ってたので、これでお願いしますと。あとたまにご遺族の方がなんか自分でお化粧をしたいという時もありますので、その時はお願いして。遺族にありがとうと言われるとやりがいを感じるという奥山さん、今後もずっと納棺師を続けていきたいと話す。介護士さんとかだったら、まあ、病気で寝たきりの方をこうお世話介護する仕事だと思うんですけども、納棺師が亡くなってからのお世話お手伝いをする仕事を触らないと私は思いますけども、はい、亡くなった方のお顔だとかそういうのはもう全部覚えておりますので。